どうも山子です。本日は、木更津に来ております。木更津で超有名、そして食べログ回転寿司千葉で1位の回転寿司大和さんの方に来ております。こちらにね、大和さん一度来たことあるんですが、本当に身が大きくて鮮度抜群の地魚がたくさん食べられるので、非常にねクオリティの高いお寿司提供されているお店なので、こちらでね新鮮なお寿司たくさん食べていきたいと思います。それでは行っていきたいと思います。はい、入店いたしました。平日なんですけど大人気で結構待ちますね。やっぱ人気が伺えますよね。注文していきたいと思います。まず生ビール注文いたしました。こちらもね330円になりますね。ではいただきます。うまい。炭酸味噌汁も3時までの入店すると無料で飲めるらしいので、今いただきました。じゃあお寿司注文していきたいと思います。はい、おすすめの地魚3貫を頼みました。左から鈴木、ヒラマサ、サワラになります、ね、やっぱりね、海の近くだから地魚っていうのは外せないですよね。ちょっと食べていきたいと思います。じゃあサワラいただきます。うん、いや本当にうまいですね。うまっ。じゃあ次、ヒラマサいただきます。うん、歯応えすごいですね。こんなしっかりしたヒラマサ食べたの初めてですね。次サワラいただきます。うん、うまっ。身が厚くて美味しいですね。地魚の3色。次、金目鯛になりますね。まあ、千葉って言ったらね、金目鯛有名なんで、ね、食べていきたいと思います。金目鯛もうまそうっすね。身がめっちゃでかいっすね。いただきます。うん、金目鯛やばいっす。金目鯛マジで脂トロトロです。タイじゃねえっすね。タイじゃなかったら勉強不足でした。ロットロなんですよ、ね、うまいっすな。うん、金目鯛完食です。はい、次は生き貝三貫握りですね。タイラ貝、スズ貝、ホッキ貝ですね。食べていきたいと思います。タイラ貝からいただきます。うん、タイラ貝のうまい。うん、めちゃくちゃうまい。次、僕の好きなね、粒貝いただきます。うん、うん、うまっ。なかなかこんな歯ごたえある最後出ないんですよね。じゃあ次、最後ホッキ貝いただきます。うん、ホッキ貝トロトロでうまっ。貝トロトロってなかなかないですよね。うわ、マジうまいわ。貝3貫完食です。はい、次が青魚3貫になりますね。アジとイワシと爪サバですね。僕ね、青身の魚めっちゃ好きなんでね、すごい楽しみですね。爪サバからうん、爪サバってすごいすごくきついとことかあるんですけど、全然そんなことないです。あと油がめっちゃ伸び伸びで、ほんととろけます。ほんと美味しい。次、イワシいただきます。うん、イワシめっちゃうまいっす。甘いっす。最後、アジ。なんかアジはね、大好きなので厳しめでいただきます。うん、めっちゃ熱でゴリゴリでうまいっすね。青魚3貫完食です。はい、茶碗蒸しね、CK さんが頼んだんですけど、めちゃくちゃ豪華っすね、これ。なかなかオクラとかカニとかふんだんに入ってないんでね、これもね、来たら頼んでもいいかもしれないっすね。次、鮮魚3貫になりますね。ハマチ、カンパチ、ヒラメの。ハマチからいただきます。ん？この、めっちゃ肉厚がうまいっすね。最高です。ちょっとカンパチいただきますね。うん、うん、これもうまいわ。ヒラメ、うん、ヒラメうまっ。しっかりと歯応えもあるんですけど、旨味が突き抜ける感じ、これ最高っすよね。次に参加、完食です。次、島味頼みました。この島味もね、あのここら辺で取れる美味しい島味なんで楽しみです。いただきます。うん、今までうまっ。肉厚なんですけど、めっちゃ身柔らかくない。あとめっちゃ脂乗ってて美味しい。これは無限に食いますね。うん、しまわず完食。次、生しらすかもね。生しらすってうまいっすよね。生しらすとか言ったらよく食べますよ。いただきます。
うん、全然苦味なくてうまいですね。どっちかっていうと甘みの方が強い。うまいです。広島と同じぐらいです。うん、面白い。面白い。はい、すごい。ちょっとつまみ系で。ホロタクが絡みました。すごい、ホロタクがめっちゃめちゃ乗ってますね。いただきます。うん、ホロの甘みとたくあんの感じがめっちゃいいです。ホロは本当に強いですね。うん。回転寿司大和さん、ごちそうさまでした。ほんとね、身が分厚くて美味しかったですし、ほんとやっぱ鮮度がいいなっていうのが感じられましたね。どのねお寿司もほんと美味しいですし、地の魚なんかは特になかなか東京じゃ食べられない美味しさが感じられました。まあ、回転寿司というよりはほんとに寿司屋さんって感じですよね。クオリティも高すぎますし、ほんと最高に美味しかったです。今回の動画を見て、もっと地方の美味しいお寿司食べてるの見たいようですとか、もっといろんな県行って美味しいもの食べてるの見たいなと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。それでは本日ありがとうございました。終わり。